この今度の1枚はですね、シャーリー・マクレーンっていう、もう随分お年になったと思うんですが、昔はですね、性格俳優というか、ちょっと一風変わった魅力を持った女優といった方がいいでしょうね。とても魅力的でしたけども、普通のいわゆるもう本当のこう正統派女優とはちょっと違う、色を出していた人でですね、その人がハリーの災難っていう、これはアルフレッド・ヒッチコックの映画でなんですが、最初出だしは非常に綺麗なアメリカの農村地帯の紅葉の画面から始まりましてね、そこにこう売れない画家がいて、それからこのシャーリー・マクレーンが演じるのは離婚した子供が一人いる家父を演じておりました。で、物の具体的なことは映画を見ていただければいいんですが、私が若い頃この映画を見てですね、もう大変にいいなと思ったのはですね、この、売れない画家っていうのは独身の男性なんですね。それで近くのところに、今この写真はおそらくですね、彼女が自分の家っていうのは自分の子供、息子と、ちっちゃな息子と、それから本人が住んでいるところの家なんですが、そこから顔を出しているところの写真じゃないかと思うんですけどね。それなりに隣付き合いもあるし、男女の付き合いもあるしですね、いろんな事件に巻き込まれて、何人かで死体を掘りに行ったりというのは、映画ですからね、いろいろそういう物語の、あるわけですが、それで、そういうふうにこういろんな毎日の生活の中で親しくなっていくうちに、ある時にその画家がですね、コンビニ、今で言えばコンビニエンスストアみたいなものですね、スーパーのちっちゃいやつ、これはアメリカの田舎なんかに行くとよくあるんですけども、そこの外にですね、道路際にですね、画家が描いた絵が陳列されてる。そうすると大きな自動車になった大金持ち、眼鏡かけたじいさんですけども、それが出てきて、それがそれを見かけるんですね。素晴らしい絵だっつって感激するわけですよ。それでその、売り場に入っていってですね、そこに変わった女性が一人いるんですけど、そこのレジに行ってですね、あの絵を売ってくれっていうわけですよ。で、早速びっくりして、田舎のことですからね、そこにみんながわーわーと集まってくるわけですよ。で、画家に聞くわけですね、大金持ちが、いやもうこの絵は素晴らしいから、私にもうまとめて売ってくださいと、お金はいくらでも出しますよと、こういうわけですね。したら画家はこのシャーリー・マックレーン演じる、未亡人の、人にちょっと惚れてるもんですからね、だから早速彼女にプレゼントしようと思って、いくらでも出しますよって言ってるわけです。感じとしては、映画の感じとしては、絵を買うのに1000万でも2000万でも出しますよって言ってる感じなんですね。確か何ドルって言ってなかったと思いますけど、そういう雰囲気でわかるわけですね。そうするとこのシャーリー・マックレーンがですね、私イチゴ食べたいわって言うんですよ。で、そしたらどのくらい食べたいのってこう画家が聞きますとね、男性の心理ですから、好きな女性が欲しいというものはすぐ調達したいと思うわけですね。したら確かシャーリー・マックレーンが、僕もですね、今から30年か40年前に見たわけですから、そんなに明確には覚えてないんですが、1週間にイチゴのパックを2つと言ったような気がするんですね。そしたら画家がですね、すぐ大金持ちの方に向いてですね、イチゴのパック1週間に2つずつ送ってほしいって言ってますけどって言ったら、そんなのお安い用だっつったのことだっつってノートに書いてるわけですよ。私ね、この映画を見た時、この場面を見た時ですね、まだそうですね、40歳ぐらいだったと思います。ちょっとはっきりは分かりませんが、まだやっぱり世の中のその世の中がこれがいいと思うことがこれがいいと思ってたわけですよ。だからもちろん1000万円のお金とですね、いちごパック2つパックっていうとですね、それはやっぱ1000万円のがいい、それは1000万円あればね、いちごなんか何パックも買えるんですから。だからもう合理的に考えれば、画家が、じゃあ大金持ちがですね、いくらでも出しますって言ってんだから、
じゃあ1000万円ちょうだいと、私100万円もらうわと、そしたらそれでイチゴも買えるしっていうのが合理的ですね。しかしやっぱりさすが映画ですよ。まあ、ヒッチコックはもちろん非常に有名な監督ですから、まあそういうことをやってるわけですが、人間が本当に欲しいものって何かと、それをこのアメリカのその秋の紅葉の時にですね、示してるわけですね。多くの人が、何が必要か、お金があれば何でもできるとかこう思ってるわけですけども、あ、実は違うんだなと、私がその時に、私の心も一つランクが上がりましたね。それまでの何ちゅうか普通に考えることが普通にいいと、だからこそみんなが不満だったり人生がつまんなかったりするわけですよ。つまり人間っていうのはいいと思うことがいいんじゃないんですよね。もう一つ別の見方をができる、そういう心を持っているっていうことですね。1000万円もらうのと、まあ、それからいちご2パックですね。やっぱり自分が今いちごが食べたい、それを恋人からもらいたい、そういうことが、まあ、画面からパッと分かりますよね。もちろんこれはあのアメリカのヒッチコックはもしかしたら日本のことわざから撮ったかもしれません。あ、日本の物語ありますよね。五千石の大きな耐震の旗本だったかな、それがですね、ある女性に惚れて駆け落ちして、それで五千石を不意にする話っていうのがあるんですね。これはまあいつの世でもありますが、駆け落ちするのもそうですし、大金持ちが駆け落ちするとやっぱりそうですよね。女性なんていうのは山ほどいるんだという普通の考えじゃないんです。やっぱこの人を愛してるっていうね、そういうことがあって、そして、主と寝ようか五千石取ろうかと、まあ、こういうふうにまあ日本の話ではあるわけですよね。その好きな人と一緒になるか、それとも五千石がいいのか。五千石っつったら本当に大きな あれなんですね。まあ簡単に言いますと、昔の五千石っつったらですね、もう 大きな屋敷、ものすごく大きな屋敷に、そうですね、大体使用人が100人はいるでしょうね。それから馬小屋もありますし、大きな馬小屋があって、もちろん使用人が住む長屋もあり、まあ普通だったら火の宮ぐらいはあるという、門も3つも4つもあるっていう、そういうような家ですからね。そこの主人ですから、それはまあ思う通りに人生を送っていけるですけど、それでもやっぱり愛する一人の女性の方が大切だということとは共通してますね。だけど私はその頃、このシャリー・マックレーンのイチゴを2パック欲しい、私欲しいわって言ったのがものすごく私の胸にはぐさっときましてね。あ、なんだと、私は今までそういうことがわからない、つまらない人間だったなっていうふうに思った思い出の一枚なんですよ。それでその後ですね、私はこの自分の好きなものを食べるようになったんです。それまではですね、値段に換算して食べて、今でもそういう人いますよ。あそこのなんとか美味しいわよ、4000円もするのよと、そういうことを言ってる人いるんですけど、お寿司もそうですよね。まあ寿司も2000円ぐらいで、今だったら2000円、昔だったら700円ぐらいでいいのに、なんだか6000円の寿司が美味しいんだと、1万円の寿司が美味しいんだかとか、まあ、そんなこと言ってる。値段と美味しさは違いますしね、その人の好みもあるし、体調もありますからね、まあ、そういう意味では本当にこう自分が自分の心のまま生きていればですね、やっぱり幸福っていうのは訪れる。幸福の原点っていうのはですね、やはりこのシャーリー・マックレーンの言った私イチゴが2パック欲しいわということがですね、もうその本当の基本になっていると思うんですね。私はまあ、最近は非常に満足した生活を送ってるんですが、その一番大きな理由、まあいろいろありますよ。友達がいいとか、まあいろんな仕事もあるとかいうのもありますけどね、やっぱり私は今はここにいる時でも小さな机と、あ、もう私の親しい人みんな知ってますが、もう小さい箱、今日は白い机ですね、にちょっとだけパソコンを置いて、それで調べ物したりですね、今日はいろいろ
この前大臣の失言なんかもいろいろ考えたり、まあ、かといってシャーリー・マックレーンを思い出したりですね、それがやっぱり素晴らしいと思いますね。